さあ、ここで私の一押しをお伝えしたいと思います、はい、ここから紹介する人はまだ日本に住んでないんですけども、これから先ぜひ日本に住みたいと熱望している方を、興味がある方、興味がある方紹介していきたいと思います、はい、それは CM の後でございます。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さあ、本日は日本にいたことがある海外スタースペシャルをお送りしてるんですけども、ここから先は私の一押しで、まだ日本には住んでないんですけども、これから先日本に住みたいと思っている方を紹介して、うん、いや実はね、それね、もう話に聞いてるんです。インタビューで答えてくれたんですけど、はい、こちらでございます。ケイシー・バタグリアでございます。一度ね紹介させてもらいましたけども、はい、今現在あの歌手やりながらイギリスの名門ケンブリッジ大学に通っています、ね、頭いい子だね。ランスチャートも1位も取りました。さあ、そんなケイシー・バタグリアがね、はい、日本に住みたいということを熱望していると情報を聞きましたので、うん、来日した時に直撃して聞いちゃいました、はい、こちらをご覧ください。 VTR ウィおい歌姫ケイシー・バタグリアが語る日本の魅力とは。I'm just generally learning from the culture. You know, I think people here are apt to enjoy things that have more simplicity but more value. You know, as well as the art. The art's kind of like that too here, and I like that. They're cool. I also like Eastern philosophy. さすがケンブリッジ大学にね通うだけあって哲学的なね答え出してくれるケイシーですけども、そんな彼女に日本で住んでみたい街を聞いてみました。I think it's Kichijoji. I like the area. I think it's young and fresh and exciting and slightly different. Perfect. まあ、こう吉祥寺でねケイシーちゃんとデートもいいですけども、ただあまりの可愛さに抱きついたりしますと。かなり強いので油断は禁物でございます。何やってるの？受けたいね。あの、まあ前回ねあの紹介させてもらいましたけど、まあ、キックボクシング の、 あのインストラクターの資格も持ってますので、ああいうこう溝打ちに受けたいね。あのキック受けたいです、まあ、あのスタッフさんちなみに回し蹴りも食らってますから。いやいいな、かなり。ただ吉祥寺を知ってるってすごくないですか？いつから吉祥寺に住むんですか？いや、まあ、住みたいっていうことなんでまだ若いですし、まあ、あの在学中なんで、ただ吉祥寺来る際には、うん、あの私あの実家の方吉祥寺なので、そうなんだ、まあ、あの責任持って私が面倒見るという形で。もともとの実家はミュンヘンだろ？ミュンヘンじゃないです、別に俺ドイツ関係ないわ。ここでおしまいです。